要とされているのか、まあ、国は全く違うところ、世界は全く違うところで動いていますよね。日本というのは自分のところの国内の話で政策を作りますので、非常に日本だけの考え方になります。世界的に考えたらやっぱりこれから人口爆発に備えて、この食料というものをどれだけいかに大量生産するか、大量生産するためには安定的に供給するためにはやはり、天変地異の災害が起きても確実に食べ物っていうのは作らなきゃいけないので、こういう工業的に農産物ができるっていうのはものすごく力を入れています。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業パーソナルトレーナーの山下博之です。このチャンネルはですね、私の農業経験をもとに新しい農業、そして稼げる農業を実践できるように若手、中堅、そして新規農業者さん向けにですね、配信させていただいております。ということで今日も農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思っております。さあ、それでは本日のテーマはこちらになります。植物工場が日本で成功しない理由ということでお話をしたいと思います。よくですね、私もまあいろんなところでね、講演、セミナー、そしてね、まあ、未来の農業はこうなるんだよとかね、いろんなお話ね、各地でさせていただいておりますけども、まあ、その時ね、よくいただく質問で、これからね、日本の農業、ね、植物工場とかがどん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 できてくると、私たちね、個人の農家とかちっちゃい農家は太刀打ちできなくなるんじゃないでしょうかっていうね、まあ、ちょっとした不安っていうか未来の心配っていうかね、まあ、そういった声をねお聞きする、まあ、そういったご質問をいただくことが多いんです。で、私もそうですね、もう十数年前にはですね、あ、これから植物工場がじゃんじゃんできていく時代になるんだっていうふうに実は思っていました。ところがそれから10年、まあ、十数年経った今、意外とそんなね、植物工場がどこそこできてるよって、まあ、当時から比べればたくさんできてるんですけどね、少ない、まあ、それどうしてだろうというふうにまあ考えてたこともありましたので、まあ、そういったのをね、こういう理由があるんじゃないですかっていうふうなお答えをさせていただいています。まあ、そこで今回はですね、まあ、日本のこれからの未来、植物工場がじゃんじゃんできるような、まあ、未来になるのかっていうふうな、まあ、ご質問にお答えしようと思っています。で、結論先に言うとですね、まあ、そんなもう植物工場がどこそこにじゃんじゃんできるっていうような、まあ、時代にはならないっていうふうに思っています。まあ、その理由が、まあ、今回3つまた理由ね、考えてみたんですけれども、ここね、まあ、ぜひ皆さん方とね、一緒に考えていきたいと思います。まあ、あくまで私は専門家でもあり、専門家というか、ジャーナリストじゃありませんので、まあ、植物工場がね、どんなふうになっていくのかっていう未来を予測するのは、まあ、実際できないんですけれども、私なりに、俯瞰的にね、農業業界を見た時に、まあ、おそらくこういう理由でそんなじゃんじゃん増えないんじゃないんだろうかっていうふうに見ています。じゃあ早速それね、3つ見ていきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、このね、コストが高い、まあ、そりゃそうですよね、コスト高いもん。植物工場イコールなんかレタスが1袋、300円する400円するなんて、でもだいぶね、コストが下がってきてるって話ですけど、まあ、そもそもコストが高い、そして2つ目が、ここなんですよね、食文化、価値観が違うって、まあ、ここあると思います。まあ、これ後ほどまたやります。そして3つ目が、得する人がいないって、そう、得する人がいないって、まあ、どういうことなんでしょうね。じゃあ一つずつちょっと掘り下げていきましょう。じゃあまずこのコストが高いということなんですけど、まあ、植物工場は基本的に水耕栽培になることが多いです。なぜかというと、まあ、植物工場といっても、天候、温室の中で半分は光はコントロールせずに、光は天然光を使ってやる栽培と、完全にシャットダウンして、もう光もシャットダウンして、LED でこう育てるというふうなやり方ですよね。で、今回はこのもう LED もシャットダウンして、全てもう屋内で作ると、屋内工場っていう、屋内植物工場っていう意味ですね、これね。で、屋内で作ることをちょっとこれ意図しております。で、この屋内で工業的に作る植物工場っていうのは、まあ、基本的には土を使わない、まあ、中にはですね、培地、いわゆるココヤピートとかね、ココヤシを使った、まあ、そういう、なんていうの、隔離ベッド型の、ね、栽培方法もあるんですけど、まあ、基本的には水耕栽培に、点滴中、溶液を流す、もしくはそういう培土に対して、溶液を流すというようなやり方ですね。でもやっぱりコスト高い、水耕栽培でまず何がコストが高いかというと、この
水温のコントロールですね。かも皆さん方もご存知の通り、植物が必要なものは光と水と空気っていうことですよね。でその中でこの植物が健全に育つためのやっぱり温度管理というのが大事になります。でこの温度管理というのは地上部の温度管理より実は根域根っこの、温度管理が重要ですよね。ですから、まあ、普通に土耕栽培やってる時には地温がどんなふうに変化するのかっていうのが非常に大事になります。でそうなってくるとこの植物工場でも水温コントロール、いわゆるこの水面下、いわゆる根っこの部分ですねの、水温がものすごくコントロールが大変になります。でこれ実は温めるのはですね割とうんいいんですけれども、まあいいっていうか、まあ、それもコストかかるんですけど、この水温を下げる、つまり温度が上がりすぎないようにする水温がですね、でそのコントロールが一番実はお金がかかります。つまり水と光と空気っていうこの全部を、いわゆる工業的に、作り出さなきゃいけない。だから光も、まあ、正直言うと普通の温室、普通のビニールハウス、普通の農業っていうのはお天道様の恵み、光っていうのは、まあ、言ってみればタダですよね。でタダでその光と水と空気の光の部分をタダで恩恵をいただいている。でその後水も本当はタダなんだけどコントロールしにくいから、シャットダウンしてビニールハウスとかでシャットダウンして自分でコントロールしてるわけですよね。でこのビニールハウスでシャットダウンすることによって空気温度もこう自分たちで調整している。でさらに植物工場になるとこの光もコントロールしなきゃいけないし、この培地の温度までコントロールしなきゃいけない、まあ、だから、うん、コストが高くなる。コストが高くなるとどういうことかというと、実は、最終的な末端商品、まあ、例えばレタスだったらね、普通常だったらまあ1パック100円から200円で買えるところが300円400円となるとということで、昔はね3倍すると言われてましたけども、まあ、今はね、約2倍ぐらいで進んでいます。つまりこの2番目の食文化、価値観が違うんですけど、はい、じゃあこの商品植物工場でできたレタスですよ、これ普通の土で作ったレタスですよって言った時に、高いのは植物工場で作ったやつ、安いのは土で作ったやつで、消費者がどっちが価値があるかなって思ったら、実は土でできた方がなんとなくみずみずしくて、土でできた方が非常になんか、大地の恵みを浴びているとか、なんか自然なものっぽくて、そっちの方に価値を見出すんです。なんか工場で作られたやつって栄養価が少ないとか、そういうイメージを持ってるんです。これ先にね答えを言うと、そんなことありませんよね。植物工場でこの LED を使って、光の波長をこうコントロールしながら作った植物の方が実はですね健全な野菜ができてたりするんですよ。で僕もそれを十数年前に見た時に、ああこれ普通に作るより植物工場で作った方がいいのができるっていうのは、栄養価もね保証されるっていうのは分かったわけです。ただイメージとしてはやっぱりこの日本の食文化、日本人の価値観からするとやっぱりね、屋内で作られたり屋外で、あ全然話変わりますけど、日本ってまだ洗濯物を外に干すじゃないですか、ね、でもあれアメリカってもう全部自分の家にランドリーがあってそこで乾燥までやるっていう風な文化で、あれ、ケネディ大統領、いやレーガン大統領だったっけな、ケネディか、まあ、とにかくその頃、この洗濯機メーカーが外に洗濯物を干すのがかっこ悪いと、全部自分のところの、ね、機械で乾燥するのがいいんだよっていうのがテレビコマーシャルバンバン売ったんですよ。でそれで外に洗濯物を干すのはなんか、ちょっと、かっこ悪いんだっていうふうなイメージ戦略をやるったおかげで、アメリカでは洗濯物を外に干すっていうのがだんだんなくなってきたと、うん、っていうように、ところが日本は外に洗濯物を干す、そしてタイヤの光で乾かした方がいいというような、まあ、文化がまだまだやっぱり根付いている。つまり文化なんです、うん、文化価値観なんです。だから植物工場でできた野菜に、うわこれはなんかね衛生的でものすごく安心安全って思って、ああもう400円でも500円でもそっちの方買うわっていう時代になればこれ進むかもしれませんけれども、まだまだいやいや全然ね農家の人たちが作ってくれた農産物は安心で安全だよって思ってくれてるんですよね。だから日本の農産物は安心安全と思ってるから、わざわざそんな衛生的に、クリーンな、植物工場でクリーンルームで作られた植物っていうのはまだ欲しいというようなところまで行き着いてないっていうのがまあ現状なんですね。はい、そして3つ目、ここポイントなんですけれども、この植物工場が日本で成功しない理由、得する人がいないって、これどういうことって、
ね、どういうことなんですか。これつまりこれ以前の動画でも話した通り、国の政策っていうのはどうやって農業をね今、方向を導いているのかっていうと、これ前回、ね、別の動画でも話してますけど、やっぱり農地を守る、農地を守る、国土を守るっていうのがまず第一になります。やはり日本国の中の耕地っていうのが約400万ヘクタールあるんですけれども、この耕地を守らなきゃいけない。まあ、それが強いては環境保全につながったり、強いてはいわゆる災害を防いだりとかいうね、棚田だってやっぱりあれ守らないとやっぱり水害が起きたり、雪崩、洪水、いわゆる土砂崩れが起きたりとか、やっぱり日本という国土を守らなきゃいけない。それに我々農業者っていうのはめちゃくちゃ貢献してるわけですよね。だから植物工場がいいですよって言ってしまったら、ああなんだ別に農地じゃなくてもできるわけですよ。ビルの屋上、ビルの中でもできるわけですよ。でそれをバンバン国が推奨していったならば、ああなんだそれでコストが安くなるじゃん、じゃんじゃん出来上げていったら。でじゃんじゃんできるとコストが下がると、どうです皆さん、もし植物工場が安くできるんだったらわざわざ土使って農地使って農業やりますかって。そっちの方が簡単だったらそっちに行くよって。だって自動化できるわけですからね。でそっちに行ってもらっちゃ困る、まあ、困るわけではないけど、そういうふうに推奨してないってことですね、国がね。だってそうなったら農地、大事な農地をね、ほったらかす人たちが出てくるかもしれない。そして消費者も、その植物工場でできた野菜ってもうそれは確実にクリーンですよ。もう大腸菌とか検査すると農場でできてるやつと普通の農場でできてるのとクリーンルームでできてるやつでは全然数値が違います。いや別にその一般的な農地でできてるってやつっても自然に菌なんて世の中いっぱいあるわけですよ。日本人間の中だって菌いっぱいあるわけですから。でそういったものを全然気にならないレベルなんだけれども、やっぱり植物工場の方がめちゃめちゃクリーンだと言っても、いやいや消費者はそれを高い値段でわざわざ買うっていう価値観がないし、価格は高くて価値が高いと思っていないって。消費者も実は得しない、お得だって思ってないわけですよ植物工場が。そして農家にしてみても植物工場なんか敵だってやっぱ思ってるんですよね。植物工場で1日レタスが何万個ってできるわけでしょ。こっちは頑張ったどうだろうね、夫婦2人でリーフレタス30ケース箱詰め、もしくは50ケース取るのが、まあまあそんなことないから100ケースぐらい取れますかね、夫婦2人だったら。100ケース取るのが関の山なのに、工場でできたならば1日1000ケースも1万ケースもできるわけですよね。だから農家にとっても、メリットがない、農地守んなきゃいけない、お客さん消費者にも、得しない、まあ、だから僕は植物工場が日本で成功しない、いわゆる普及しないんだろうというふうに考えています。まあ、他にも今の世の中の政策から考えていくと、まあ、SDGs とかいうのでやっぱり、働くっていうところもね SDGs の中に入ってきます。いわゆる植物工場が進めば進むほど働き手っていうのはいらなくなってくるわけですよね、自動化できるから。で他にも脱炭素っていうところでいくと、やっぱり、植物工場を作るとそれだけエネルギーを使って、生み出すことになりますので、やはりそれからすると今の時代にマッチしてるか、まあ、いずれ出てくると思います。非常に脱炭素を少なく生産するフードロスという観点からもこの植物工場が有利ですよというふうな見方もあります。そして今日本が進めている有機農業というものを2050年までに、ね、25% にするんだなんて言ってる政策とまた相反する、つまり政策にも実は今のところ全く合致してないということになります。じゃあなぜ世界的にはこの植物工場が必要とされているのか、まあ、国は全く違うところ、世界は全く違うところで動いていますよね。日本というのは自分のところの国内の話で政策を作りますので、非常に日本だけの考え方になります。世界的に考えたらやっぱりこれから人口爆発に備えてこの食料というものをどれだけいかに大量生産するか、大量生産するためには安定的に供給するためにはやはり、天変地異の災害が起きても確実に食べ物っていうのを作らなきゃいけないので、こういう工業的に、農産物ができるっていうのはものすごく力を入れています。そこに世界の動きと日本の動きにはギャップがあるってことなんですね。日本はどうしてもやっぱり自分のところを優先しますから、日本人の考え方で動いています。ところが世界は植物工場だから、日本は水が潤沢なんですけど、
例えばね、海外、前回動画でお話したオランダであったり、もしくはアフリカであったり、ヨーロッパ諸国にしてみれば地下水がそんなに潤沢じゃないんですよね。で、水が潤沢なのは本当に日本は恵まれてて、あまり気づかないんですけど、日本はもう贅沢に水を使っているけど、よそはそんな水を贅沢に使えないってことは、少ない水でをこうリサイクルしながら生産の農産物を生産する、そのためにはこういうふうに閉鎖された工場内屋内で生産するというやり方をやっぱり選択せざるを得ないんですよね。そういった世界における食に関する考え方と日本における食に関する考え方とか、農家に対する考え方、環境に対する考え方、世界のこれからの動きに対する対応の仕方っていうのが、ちょっと世界と日本ではなんか違うような気がしています。だから世界的にはこの植物工場というのはどんどん今加速して進化していって、そしてローコストで価値の高いもの、そしてみんなが得するような考え方で進んでいます。一方日本ではコストが高いからっていって敬遠され、食文化がそもそも合わない、価値観が合わない、そして得する人がいないからということで植物工場は普及していないですね。もし日本がですね、植物工場をやる人たちに積極的に応援する、補助金バンバン出してってなると時代が大きく変わるんですけど、おそらく、ここ数年、この植物工場にバンバン、補助しますよっていうふうな方向にはいかないんじゃないんだろうか。だから、日本では植物工場っていうのはね、そうそう普及して、いかないんじゃないだろうかっていうのが、私の予測です。あくまでこの私がね、そんなふうになるんじゃないだろうかっていうふうに思ってるので、皆さん方ね、あくまでご参考にしてください。もちろん違う意見、いやそうじゃないよっていうようなご意見あると思いますので、逆にそういったねご意見があれば教えていただければありがたいなと思っております。はい、ということで今回ですね、植物工場が日本で成功しないわけということで、3つ、コストが高い、食文化価値観が違い、得する人がいないからではないだろうかというようなお話をさせていただきました。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に脳を耕しましょう。